ムハンマド・ファディルビン・ノーはシンガポールのサッカー選手。シンガポール代表。ポジションは MF または FW。2008年に S リーグのヤングライオンズで選手となり、2011年まで在籍した。2012年には兵役のためにホームユナイテッドのプライムリーグチームに所属した。2013年1月2日にウッドランド・ウェリントン FC が彼の加入を発表。 3月5日のアウェーホームユナイテッド戦で、超長順と交代で出場し、移籍後初出場。5月25日のウォリアーズ FC 戦で移籍後初スターティングメンバーとなった。2015年にバレスティア・カルサ FC に移籍し、A、FC カップ2015に出場、すぐるしから得点を奪った。2017年にウォリアーズ FC に移籍した。 U-23 代表として2009年東南アジア競技大会サッカー競技のメンバーとなり3位決定戦のラオス U-23 代表戦で1得点を挙げたこの試合を3から1で勝利し銅メダルを獲得した A 代表初出場は2010年1月17日に行われた太陽国代表との親善試合で77分に ジェレミーちゃんとの交代での出場であった。同月23日に行われたポーランド代表戦でも64分にシュコルザイランとの交代で起用されて出場した。ありがとうございます。